どうもこんにちは、武藤亮です。今回は電車でスマホを全く見なくなった方法ということでお話をしていきたいと思います。ということで早速始めていくんですけども、僕ね結構そのついついね電車でスマホを見てしまうっていうまあ癖があったんですよね。まあどうしてもその電車に乗った時に今やることがないなと思って、まあ暇だったんですよね、単純にね暇だったんで、例えばそのヤフーを、いや意味もないのにヤフージャパンを見てしまったりだとか、なんかヤフーを見て、まあ、なんか面白そうなニュースがないかなとか、あと僕は結構やりがちなのが、僕その遊戯王ですね、遊戯王っていうカードゲームがあるんですけど、まあ、それがちょっと昔好きだったりとかしたんで、まあ、今僕自身は遊戯王やったりとかしないんですけども、まあ、その遊戯王関連のニュースを追ってしまう。だそれぐらい暇なんですよね。別に遊戯王やんないんだけれども遊戯王のニュースを見てしまうぐらい暇だっていうことで、なんか面白いことないかなみたいなことで、なんか何もやることないし、まあ、見ちゃおうかなみたいな、これ結構不毛だったなというふうに僕はすごい思うんですね。やらないのに見てる。だその遊戯王とかやってるんだったら別にまだいいかなと思うんですけど、やりもしないのに全くその今仕事とかまあそういうふうに使わないし、別に遊戯王を話す友達もいないのに見てしまうっていうことで、いやこんな不毛なことあるんかいなみたいなことで、でもやっちゃうんですよね、ついついね。そういう癖があったりとか、まあ、あとは単純にそのポケモン GO とかね、本当にやることないからポケモン GO やったりだとか、あるいはインスタ見たりだとかね、あとはツイッター見たりみたいな。っていう感じで、まあ、結構ね、いろんなことを見て、まあ、とりあえずそのスマホをなんとなく眺めてしまうということですね。別に何かを求めてるわけじゃないんですけども、なんかやることないから、こういうの、なんかとりあえず面白いことないかな、みたいな感じで、こういうのを見てしまうというのが、まあ、結構あったんですよね。まあ、これ結構みんなあるあるなんじゃないかなというふうに思うんですけども、じゃあ僕がそれでね、まあ、今ではね、全くスマホを見なくなったと。ということで、じゃあ何やったんやという話なんですけど、まあ、これはもう単純に勉強なんですよね。電車で勉強するようになったということなんですね。でもその勉強っていうと、いやその勉強できたら苦労しないよっていうの結構あると思うんですね。で、僕もやっぱりそうで、電車の中で本を読むとかあるじゃないですか。で、僕は今でこそできるっていうか、今は本当にまあ勉強本で読めば勉強になるってことも分かってるし、まあ、そのもちろん勉強してももっともっと知識をつけたいというふうに思って僕もやってるから本を読んだりとかするんですけど、最初は当然無理なんですよね。電車で本を読むって言っても、まあ、本読めたら苦労しないし、まあ、そのガタンガタン揺れてなんか本読んだら気持ち悪くなりそうだし、あとそのあれですよね、その結構電車の移動距離だと短かったりするんで、その間に本を読んだとしても頭に残らなかったりだとか意味がないように感じてしまうっていうことで、僕もその電車で本を読んだり、その何かを読んだりっていうようなことはやれなかったんですよね。だからそうじゃなかったと。でそうじゃなくて、じゃあどういう勉強をしたのかっていうと、その耳勉強したと。ということで僕の場合はその AirPods ですね。まあ、その iPhone のあのワイヤレスイヤホン。まあその別に AirPods じゃなくても全然いいと思ってて、ワイヤレスイヤホンなんですけど。まあワイヤレスイヤホンじゃなくてもいいですけどね。別に普通のイヤホンでも当然いいと思うんですけど、それでその音声によって学習したっていう。これによって僕全くスマホを見なくなったですね。じゃあそれどういうことっていうと、これ単純に、どういうことっていう話ですけど、単純に今その駅に着きました。で、まあ、改札通って、まあ、あんまここら辺どうでもいいんですけど、改札通って、電車を待ちますと。いやその電車が来る前に待つんですよね。でそこでなんですけど、そこでイヤホンつけると。で、動画を再生するんですね。で僕の場合は基本 YouTube の動画を再生してますね。結構いろいろ YouTube って動画あるんで、まあ、最近僕はビジネスの勉強ずっとしてるんで、まあ、そのビジネス関係の YouTube とかいろいろ見たりとかするんですよね。あるいは英語のビジネスだったり英語の YouTube っていうのをとりあえず流すんですよね。だからそこでそのイヤホンをつけて動画を再生すると、もう勝手にその耳から流れるんで、まあ、そこに集中するわけですね。音声に集中するわけですよ。やっぱりそのビジネスのやつでも、英語のやつでも、聞かないと勉強にならないし、これやってみると面白くて、流したら、やらないとという気持ちになるんですね。
もったいないじゃないですか。せっかく流したのに、ただただ流してるだけって非常にもったいないなと思って、どうせやるんだったら身につけたいと思ってやるんで、そう非常になんかやる気になるんですよね。もう流しちゃったらもう聞くしかないやみたいな感じで、強制的に勉強する環境を作ると。そういう点では耳ってすごい良くて、勝手に耳って塞ぐことできない、基本的に塞ぐことできないんで、流れてたら音って勝手に入ってくるんですよね。でその場逆にその本とかだとあれなんですよね、自分が意識的に見なきゃいけない、読まなきゃいけないっていうことで、もうめんどくさってなっちゃって、やんなくなるんですよね。めんどくさいやってなって。でもそうじゃなくて、その音声をで勉強するってなると、もう簡単にね、もう勝手に音が流れてくるんで、これ聞かなきゃっていう風になるんで、そしたらそのイヤホンつけてるんで、もうスマホはポケットなんですね。スマホはポケットでも音声聞いてるから暇じゃなくなるとみたいな感じになるんですよね。だそれで、まあ、僕はスマホを見なくなったっていうことですね。まあ、だから僕自身も YouTube やってるんで、たまに僕だったら僕自身の自分の YouTube とか聞いたりしますね。まあそれは、まあそれはあんま他の人にあんま役に立たないかなと思うんで、まあ、僕だったら僕自身の YouTube 聞いて、まあ僕 YouTube やってる、まあ、いろんなチャンネル、いろんな動画あるんで、それ見ていただければいいんですけど、そういうの聞いて、まあ、自分自身で反省したりとかね、あ、ここダメだったなとか、ここもうちょっと良くしようとかっていうこともできるし、あとは、あれ、昔の自分意外といいこと言ってんなって、昔こういうこと考えてたんだけど忘れてんなみたいな感じでいろいろ反省したりとかっていうことで、まあ、その何も本当にやるもんなかったら、本当に自分の YouTube 聞いて反省したりとかっていうことで、まあ、そういうふうになんか勉強したいことを決めると。いや、もう何でもいいと思いますね。何でもいい。いろいろ上がってると思いますよ、本当に。英語でもいいし、まあ、ビジネスでもいいし。まあ、あとね、じゃダイエットとかでも当然いいですし、あとは投資について勉強してみようとかっていうのもいろいろあると思うんですね。だそういうのもいろいろあって、YouTube って本当に、まあ、動画なんですけど、結局音声でも勉強できて、画面がなくても意外と話を聞いてるだけでも勉強になることってすごい多いんですよね。だそういうふうに、じゃあもう電車に乗ったらこれを勉強するっていうふうに決めて、それで、まあ、イヤホンつけて、もう電車乗る前にイヤホンつけてしまって、もう音声再生して、もうそこでやる。そこでまあ聞くというふうにやってると、全くスマホをまあ見なくなるっていうことなんですね。そんなにその大した時間乗らないんで、まあ、それもよくて、勉強って結構長い時間やってると大変なんですけども、むしろで電車の短い時間だからこそ、まあ、細切れで勉強できるっていうか、このぐらいの時間、本当に5分、10分だったら動画聞いて勉強もできる、集中できるっていうことなんで、逆にむしろそれがいいかなと思って、だ僕今ではどういうふうになったかっていうと、むしろ勉強したいなら電車乗りに行くみたいな。むしろ家の方が誘惑多いなって思ってしまったんで、だ家だったらまあ普通にパソコンも見れるし、まあ、それスマホとあんま変わんないんですけど、ただ漫画とかもあったりだとか、漫画あったりだとか、あとは家にお菓子があったりとかね、そういうふうに、まあ、あとベッドもありますよね。だとりあえずお菓子食べようかなとか、とりあえずまあベッドに寝転んじゃおうかなみたいな感じで、誘惑ってすごい多いんで、そういう時にはもう5分10分でもいいから、もうこれ勉強しようというふうによって、その勉強しようと思ったら電車乗りに行くんですよね。でそこで音声を聞けばいいっていうことなんで、そうすると逆にその電車では逆にその行動が制限されるので、逆になんか休めなくなったっていうか、逆に誘惑がなくなったなっていうことで、むしろ電車いいじゃんっていうことで、まあ、電車乗りに行くようになったっていうことなんですね。だそういうふうなことをしてると、まあ、本当にどんどん知識がついていくっていうか、まあ、当然ですよね、こういうのを聞いて。だ普通にその家にいたら逆に時間があったりとかして、もういや英語かみたいな、英語めんどくさいなって思ったりとかするわけですよね。でそういう時に、いやこれ電車乗り行けばよくないって言って、でそれで電車乗りに行って、まあ例えば僕そうすると僕の生活スタイルってすごい変わって、例えばそのじゃあやる気でねえから始まるわけですね。もうそれは当たり前なんですよね。やる気でねえみたいな、めんどくさみたいな、もうベッドから起きるのが辛いみたいなね、顔を洗うのめんどいみたいな、みんなこんなとこから始まってるわけですね。めんどくさいわみたいな、今日しんどみたいな、みたいな感じが始まって、まあ、とりあえずやる気はないわけですよ。だからそうしたらもうやる気出しに行くんですね。やる気出しに行くってのは要するに電車乗る、イヤホンつける、
音声聞くみたいなね。で、カフェとか行くんですよね。で、僕が結構行ってんのは、例えば六本木の、六本木の蔦屋書店とか、代官山の蔦屋書店。まあ、割と蔦屋書店好きなんですけどね。おしゃれじゃないですか、なんか。で、なんかそういうとこに行くと結構その気分が乗るじゃないですか。みんな、なんかすごいおしゃれなところで、そこで例えば本読んでみたりとかね。みたいな感じでやっていくと、すごい勉強がはかどるっていうか、で、そこでまあいろいろやって、まあ例えばそれで自宅に来て、自宅に帰って、じゃあそこで、まあじゃあブログ書いたり、まあこういうふうに YouTube の動画撮ったりだとか、あとは何かな。まああと僕はメルマガやってるんで、メルマガ書いたりとかね。あるいは本読んだりと。いや、要するにここで本読めるんじゃないですね、ようやくね。もうその、いきなりこのやる気出ねえから本読もうとしても無理なんですよね。だそうじゃなくて、やっぱそのやる気を出すプロセスっていうものがあって、やる気を出しに行って、まあ、電車に乗って、カフェで自宅みたいなね。自宅に戻ってきてみたいな。だそういうふうに体を、まあとりあえず体を動かすわけですね。いろいろ体を動かして、体リフレッシュして、そこで来ると。まず休んでますけどね、僕の場合ね。でもここでそのいろんな本を読んで、また新たな知識を得たりとかね。まあ、そういうようなことができるんで、まあ、こういうふうなことをやってると、まあ、いろいろ生活変わっていくっていうことで、まあ、そんなことやってると本当にこれスマホ見る余裕ないですよね。こんなことやってるとね。だ本当にその、ね、昔は本当にこういうヤフー見たりとか、まあ、遊戯王とかね、インスタとかツイッターとか見てしまってたんですけども、まあ、その意味もなく見てしまったというのがポイントですよ。だこれ別に、なんていうかな、勉強とか仕事とかで見てるんなら別にいいと思うんですけども、僕の場合意味なく見てて、本当になんか不毛な時間をやってるなと。不毛な時間過ごしてるって思って、それがなんかすごい罪悪感だったりね、を感じたりして、まあ、やる気が出なくなったり、自分を責めたりしてしまったんで、そういう点ですごいその耳で勉強したっていうのは、すごい良かったなというふうに思って、だその本当にもう勉強したいのは電車乗りに行くっていう、なんかそういうすごい行動的な自分になれたのが良かったかなというふうに思いましたね。もうとりあえず行動できるようになった。ちょっと行動できる自分になったと。そういうのを結構僕は結構友達にも話したりとかするんですね。その友達はその、まあ、電車とか乗ってたりすると、まあ、普通にスマホとか見てたりするんで、あれお前、どうなんお前、スマホ見て何してんのみたいな。いや、なんか暇だからインスタ見てたみたいな話になって、あ、そうなんだみたいな。でもなんか、インスタ見てるだけだとなんか不毛じゃないっていうか、なんかあんま有効に使ってる感じにしなくないみたいな話して、まあ、うん、確かにそうなんだよね。でも俺も結構悩んでて、なんかやることないんだけど、でもなんかやることないから本当にインスタ見ちゃうんだよねみたいな話をしてて、いやでも俺もそうだったんだけど、なんか最近あれなんだよねって言って、まあ音声で勉強してて、その音声つけて、音声聞いて、動画を聞いて、その耳から勉強するっていう形にしたら、すごい、なんか全然スマホ開かなくなったっていうか、その耳に集中するから、その目で見る必要なく、目で見る余裕とかがなくなって、余計なスマホとか見なくなって、で、その本当に細切れの時間だから、俺昔勉強はすごい苦手だったんだけども、苦手だったし、その集中して勉強できるタイプじゃなかったんだけど、むしろその5分、10分っていうその時間、短い時間がありがたいなと思って、そこで勉強できるようになったね、なったんだよね、みたいな話をしたら、何それお前すごいじゃん、みたいな感じになって、結構、それで僕結構その、増やしてるんですね。スマホで、じゃない音声勉強、電車で音声学習。電車で音声学習勢っていうのは結構増やしてるんですね。で、そういう人たちとじゃあ今度一緒にじゃあ、勉強しよう、一緒に勉強しようぜとか。とか、まあ一緒にブログ書こうぜとかね。まあそういうふうにしたらなんか逆に友達が増えて、逆にじゃないんですけど。じゃあ今度、まあ、全然関係ないですけど、じゃあ今度一緒に遊び行かねみたいな。むしろなんか逆に仲良くなった、すごい仲良くなった、逆に仲が深まったっていうようなことがあって、だからそういうところでまあいろんなつながりが増えたっていうか、まあ、逆にそのすごい人生が良くなった感じはするんですよね。なんかすごい全然スマホを見なくなっただけなんですけども、なんかそれはすごい良くなったなっていうことで、本当に、なんていうかな、例えばそのまあ、スマホとかインスタとかツイッターっていうのもみんなに見てほしいわけなんですね。みんなに見てほしいっていうか、そのみんなの時間をいかに奪うかっていうことを考えてるわけなんで。
それはすごいなんかそれに踊らされるのは本当にもったいないなっていうか、もっと自分の人生を有意義に使いたいなっていうふうに僕は思ってたんで、まあ、そういうのを考えたところ、それでまあその音声学習をして、まあ、そしたらすごい行動的な自分になれたし、友達とかも増えたりとか、あれさらに行動的になれたりねっていうふうにして、なんかすごい人生は良くなったっていうか、毎日の生活は楽しくなったっていう部分があるんで、まあ、これはね本当にぜひ皆さんにもやってほしいなと、やっていただければすごいいいんじゃないかなというふうに思うんですね。今までその YouTube とかで勉強したりとか、電車で勉強したりっていうのはなかなかなかったと思うんですけども、でもそういうのをその音声を使ったりとかして勉強する。まあ、その僕の YouTube とかでもいいと思うんですね。僕の YouTube とかでも結構いろいろ勉強の話とかしたりしてるんで、そういうのを聞いてみると、あ、面白いじゃんとか、面白いじゃんとか、なるほどね、こういう考え方もあるんだみたいな話とか、結構いろいろね、気づいたりすることがあるんで、そういうふうにして、まあ、いろいろその電車で動画聞いたり、音声聞いたりして勉強していただく、勉強するってなると、すごい余計なことしなくなるし、あ、俺頑張ってんな、俺勉強してんなと。俺なんか前に進んでる感じするわっていう風な感じになるのがすごいいいと思うんで、ぜひね、やっていただけ、まあ、試してみていただければなというふうに思いますということで、それでね、試してみて、実際の感想とかコメントとか、いや、もっとこうしたらいいと思うよとか、自分もやってみたんですけど、すごい良くなりましたとかいうのは、例えばその僕ブログとか、まあ、YouTube、この YouTube のコメントとかでもいいですし、ブログのどっかにコメントしていただいたりとかもいいですし、あとメールマガにでも返信していただけば僕見るんで、そういうことあるんで、ぜひね、そういう電車でね、もうスマホ見なくなりましたっていうような人たちと、まあ、関わって、あそこで、お、じゃあみんな頑張ろうぜみたいな世界観っていうの、そういうの作れたら僕もすごい楽しいなって思うし、そういう人と関われたらすごい僕も楽しいなというふうに思うんで、そういう形で積極的に連絡とかいただければすごい僕も嬉しいなというふうに思いますということですね。ということで、僕はね、電車でスマホ全く見なくなったっていうことなんですけど、いや、これで本当に良くなったっていうか、もう電車に勉強しに行くかっていうふうに思えて、まあ、どこでも勉強できんじゃんっていうふうに思えたのが僕の中ではすごい良かったなということなんで、ぜひ皆さんも試してみていただければすごい嬉しいなというふうに思います。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。これで終わります。